この冬も道内各地で大雪が相次いでいますが、この厄介者の雪を宝物に変えようとする町を取材しました。今日の美唄市、積雪は87センチ。一冬で8メートルの雪が降る道内有数の豪雪地帯です。そんな美唄市郊外の雪原に温室があります。池に入れられたのは体長25センチほどのウナギの稚魚3500匹です。日本ウナギと呼ばれ、食用として人気が高い品種です。温室では今日から道内初のウナギの養殖が始まりました。周囲に海も湖もない内陸部の美唄でどのように養殖するのでしょうか。ウナギを養殖する温室のそばにはこちらの建物、データセンターがあります。企業などが取り扱う膨大な情報を蓄積するサーバーが集まった施設です。サーバーはデータを処理する際高い熱を発しますが、このデータセンターでは冬に貯蔵した雪を使い冷却しています。一方、温室ではきれいな雪解け水をろ過してウナギの池に。データセンターから出る熱を利用してウナギの生育に最適な水温29度から30度をキープして養殖します。データセンターから出てくる熱がありますので、使わなければですね、環境破壊しているのとも一緒ですので、だったら食べ物を作ろうっていう、そういう発想でウナギの養殖に取り組ませていただいております。このデータセンターでは2019年から雪エネルギーを使った養殖の研究に着手。これまでにアワビやウニに挑戦し、5年にわたる試行錯誤でたどり着いたのが、水質と水温の管理が難しいとされるウナギでした。分子の粒がちっちゃいんですね。染み込みやすいってことは、ウナギにきっと栄養も入っていきやすいんじゃないかなという。ポイントは美唄の雪解け水。天然水はうなぎにも優しく、稚魚がわずか半年で出荷できる大きさに成長します。また雪解け水も豪雪地帯の美唄には無限にあります。今道内で流通する国産のうなぎはすべて本州産で、道産うなぎの誕生にうなぎ料理店も注目です。もちろんうちで、使わせていただいて、車で1時間のところの作ってる人と本当につながって、それを仕入れられるというのは私たちにとって本当に夢のような話です。雪の恵みで育てるうなぎは、その名もズバリ雪うなぎ。内陸育ちのうなぎのうな重がこの夏食べられることになりそうです。